この動画では住む家を探すにあたり、都心が良いか郊外が良いか迷っているという方に向けて、それぞれのメリット、デメリットや向いている特徴、選ぶ際のポイントなどをご紹介していきます。まずは都心に住むメリット、デメリットについて見ていきましょう。メリットとしては通勤時間が短い、交通機関が多く便利、各種施設が近くにある、資産価値が高いといった点が挙げられます。反対に地価が高い、自然が少ない、人が多いといった点はデメリットと言えるでしょう。こうした点を踏まえると、利便性の良い場所に住みたいという人には都心での暮らしが向いています。次の郊外に住むメリット、デメリットを見ていきましょう。メリットとしては、地価が安い、広い家に住める、静かな環境で生活できるという点があります。デメリットは、通勤に時間がかかる、自動車が必要、将来売却が難しいといった点になります。物件購入費用を抑えたい、広い家に住みたいという人には郊外が向いていると言えるでしょう。家を持つのに都心か郊外で悩んでいる人は多いものです。比較のポイントは、イニシャルコストとランニングコスト、建物の広さ、利便性の3点があります。毎年必要になる固定資産税、都市計画税は地価の高い都心部ほど高くなりますので、注意が必要です。基本的に都心は利便性が高いもののコストが高く、郊外は利便性が低くなりやすいもののコストを抑えて生活しやすいという特徴があります。今回ご紹介したポイントを参考にしながら、自分にとってどちらに住むのが良いのか考えてみてはいかがでしょうか。タクトホームは2021年時点で累計5万9000棟の家を建てるなど、豊富な実績を有しています。お客様のご要望に応じて、都心、郊外、それぞれの特徴を把握した上でのご提案が可能です。家づくりを検討されている方は、ぜひタクトホームまでご相談ください。